はい、皆さんこんにちは。どうもチルです。見えますか、足のつま先。私ね、家でルックブック撮ろうとすると足のつま先見えないんですよ、背高すぎて。なので今日はブーブさんでルックブックさせてもらうことになりました。ありがとうございます。今回のルックブックはですね、私の普段もう着てる私服オンリーでいきます。もう購入品とかそういうのではなくって、ガチでこれ着て出かけてますっていう感じの服になりますので、よかったら最後まで見てってください。はい、まずこのルックブックを撮ったのが11月頭の方です。ごめんなさい。というわけで、ちょっとね、このまんま着ると寒いかもしれないんで、要注意って感じですね、今の時期ですと。まず、今撮ったこの、なんかシースルーのトップスが、シーンのものになります。シーンね、マジサイズあるし、安いし、すごい助かるんですよ。で、ショーパンですね、履いてますね。このショーパンはね、もうずいぶん昔に買ったんだよね。もう5年前ぐらいに買った、グレイルのショーパンですね。未だに着てます。で、上に撮ったやつ、これが、これもシーンか、これもシーンのやつになりますね。チェックがかわいい。で、このブーツがですね、お兄ちゃんのブーツをパクったやつになります。もちろんね、ちゃんともらいましたからね、ちゃんとおねだりしたらもらいましたそうなんですよ、正直に言ったらくれましたね。はい、お兄ちゃんありがとうみたいな。で、帽子をかぶってバッグを持つ、はいっていう感じになりますね。この帽子はポルカドットっていうところのものになります。全体的にどっちかって言ったらなんか、まあどこでも行ける感じのコーデみたいな感じで自分ではやってますね。それにしても足太く見えるな、なんか太く見えるとか、太いんだろうねきっとね。はい、なんかね、私ちなみにポージングが本当に苦手で、こういうのポージング取れない人なんですよね。ちょっといろいろ許していただきたいところが、お見苦しいところがたくさんあるとかと思いますけどもね、耐えてください、耐えなさい、耐えましょう、一緒に耐えようね。とまあこんな感じで次のホック行きたいと思います。このね、上のチェックのやつをね着替えて、次はニットベストになりますね。このニットベストはアマゾンでかどっかで買ったやつなんだよね。オーバーサイズのニットベストをちょっとどうしてもなんかうまく着こなしたいなと思って、中にシースルーのトップスを合わせてみました。で、靴も履き替えます。靴はロングブーツですね。これはいつだったかな、1、2年前、去年だったっけ、1、2年前にギュテ君に選んでもらったザラのブーツになります。バッグはグッチーですね。このバッグも長持ちしてくれてるわ、とてもありがたい。使いやすいんだよね、本当にこのバッグ。はい、っていう感じでポージング、まずポージングまずわかんないんだよね。でもまあこんな感じで普通に出かけてますね、私。はい、はい、次ですね。次は、シースルーのトップスごと着替えます。こちらですね、最近気に入ってよく着ているんですけども、ジャンキームードっていうところがあるんですけど、そこのトレーナーになりますね。これすごいオーバーサイズでね、可愛らしいんですよ。で、バケットハットのモコモコバージョンのやつですね。それを被って、出来上がりのコーデになりますね。かわいい。このね、ジャンキームードのトレーナーの何が可愛いって、トレーナーって何もかも変わんないと思うでしょ。色だけ揃ってればいいじゃんって思ってるでしょ。思うでしょみんな。全然そんなことないのよ。ロゴのところがね、濃い茶色でできていて、生地そのものがクリーム色になってるんですよ。なので、甘いコーデになるんですよね、なんとなく。こういうかっこいい感じのロングブーツだったりとか、トゲトゲのバッグとかを身につけたとしても、かっこよくなりすぎない。ちょっと甘い感じを出してくれるからね。とってもお気に入りです。可愛らしい。次はフル着替えっぽいですね。中にトップスを入れて、これは透け防止のために着てるやつですね。で、白のタートルネックか。これもシーンで買いましたね。で、デニムを履いております。ハイウエストのデニムなんだけど、ちょっとね、最近痩せたのかなのかわかんないんだけど、ちょっとずれるんでね、ベルトで留めております。このグレーのアウター、もうこれもシーンで買いましたね。だいぶシーンばっかりだね。いや、これ今日だってこれ靴以外シーンだよ全部。やば。で、スニーカーを履いております。これはコンバースのスニーカーですね。かわいい。
で、これで、グッチのバッグですね。超ね、カジュアルでいい感じなんですよね。楽チンみたいな。これもね、どこでも本当にいけるような感じになってますね。綺麗めでもいいし、みたいな。ちょっと綺麗めカジュアルみたいな感じになるのかな。うん、かわいい。いい感じじゃないですか。ポージング。次は上だけ着替えますね。上を次はこっちの黒のタートルネックになりますね。黒のタートルネックの上から、これも2年ぐらい前かな。多分そのギュテ君に選んでもらった時のアウターなんですけども、このチェックのアウターね、可愛いんですよ。これでまたカジュアルな感じで、あったかい感じになりますね。ポージング。次はですね、このタートルネックだけを残して、スカートを履いてパンプスを履きます。で、ベルトで締めて、帽子をかぶって、ちょっと大人めな感じの綺麗めお姉さんな感じですね。でもこれでトータルでほとんど黒コーデみたいな感じになってるけど、生地感が全部違うから、なんかあれだよね、芋っぽくなくていい感じなんじゃないかなと思います。で、あ、これパンツ。これパンツを変えてますね。これもギュテ君に選んでもらったやつだ。選んでもらったザラのショーパンとザラのロングブーツ。それにシーンのアウターを着る感じで。これはね、もうほんとこのアウターを脱いだ後も大人チックなお姉さんな感じになるけど、アウター着るとちょっとブカッとした感じになるんで、なんかすごくいいんじゃないかなと思います。かわいい。で、これアウターだけを変えますね。アウターだけを変えてジャケットになります。これエモダのジャケットですね。これも結構前に買ったやつです。かわち。アウター変えるだけでさ、一気になんか雰囲気変わるよね。大人っぽくなる。はい。次はパンツを変えます。で、ヒールですね。で、チェックシャツに、帽子。帽子大好きなんだよね。よく着ちゃうの。そうなの。この感じはこの感じで可愛いよね。まあ、スタイル悪いのはちょっと置いといてね。よろしくお願いします。で、次は上を着替えます。上を着替えて、次が、これもシーンで買ったニットかな。ベージュのニットですね。これもね、可愛らしいんですよ。このシンプルな感じのコーデに、私、スタッツがついてる感じがすごい好きなんですよね。足も、バレンティノの靴でスタッツを持っているバッグも、グッチのスタッツですね。可愛らしい。私、このスタッツがもう、小物はとにかくスタッツがいいな。もう、絶対スタッツどれかとしらついてるっていうイメージはありますね。次、下を着替えずに、上の方をね、また、ジャンキームードのトレーナーを着ます。で、帽子をかぶると、こんな感じ。超ラフなスタイルだけど、足がね、またなんかバレンティノのヒールがまた輝かしい感じで、かっこよい感じになってるんですけども、さっきも言った通り、ジャンキームードのトレーナーがすごい甘い感じを出してくれているので、それかっこよくなりすぎず、カジュアルな感じに決まっていると思います。ポージング。はい、というわけでですね、グッルックブックでした。なんかもうとにかくハイネック多いよね。もう着てると落ち着くんですよね。だからハイネックばっかり買っちゃうんですよ。で、私骨格ストレートブルベのウィンターとかなんですけど、全く関係なしと言ったら嘘にはなるけど、ハイネックとかって骨と合わないみたいな感じだったの確か。でも上からジャケットとかシャツとか着て、ここの V ラインを作ってあげることによって骨ストでも着れるんじゃないかなとか、自分でなんか日々挑戦しながらコーディネート組んでます。やばい、成長じゃない？成長した気がする。なんかめっちゃダサかったですよね、私。私ですか？昔のなんか一番最初のコーディネート動画とかマジダサみたいな感じだった気がするんですよね。だから成長したと思う。変な T シャツ。あ、そう、変な T シャツ。でも、もう今もタンス一つ全部変な T シャツで持ってます。はい、というわけで今回も動画見てくださってありがとうございました。この動画が参考になるなと思ってくれた方が少しでもいい、少しだけでも思ってくれたら、お願いします。あと、お願いします。はい、というわけで以上、ジルでした。バイバーイ。